せーの、皆さんこんにちは。なんちゃん、今日ははい、本日はスキンケアブランドライスフォースさんとのタイアップ動画です。今回の動画ではですね、ウェルエイジングについて語っていきたいと思います。なんかウェルエイジングって最近すごい聞くよね、うん、なんかちょっと前だとアンチエイジングとかワードだったと思うけど、うん、今はやっぱりウェルエイジング。そうなんです。ウェルエイジングとは、うん、心身ともに健康で年齢とともに上手に魅力を重ねていくという意味がございます、うんうん、それがいい、それがいい。日々サエコさんはアグレッシブに美しく生きてるじゃないですか。まさにウェルエイジングを体現しているような心から言ってお方ですよね、皆さん。完璧に、完璧には書いてない。でもちょっと慣れなさすぎてこっちが動揺した。いやいやいや、まあ、でも私たちさ、うん、アンチエイジングってよりはウェルエイジングの方がフィットしない。まあそうですね、生き方として目指してるところはそうだよね、うん、やっぱさえこさんもやっぱコメント欄とかで37歳に見えないとか、うん、いやそれはね、すごい嬉しいわけじゃないんだけど、うん、なんか若く見えて嬉しいじゃなく、なんか正しく美しく年を重ねてる様でありたい、うん、まあ、もうこの年になると、うん、その側で頑張ったことプラスアルファで中身がやっぱり表情とかさ生き様に出てくるから、うん、そこをひっくるめて、うん、だと思います。はい、ありがとうございます。今回ですね、サエコさんが美容や健康などにおいて年齢に対する変化にどう向き合っているのかということを質問形式で知りたいよね。若い子たちも多分知りたいと思うよ、はい、うん、なので質問をしていくので、そちらに答えていきたいと思います。わかりました。まず一つ目の質問、うん、サエコさんにとって年齢を重ねるということはポジティブですかネガティブですか。ナチュラル。ナチュラル。ポジティブでもネガティブでもどっちでもないんだけど、あの時と場合によるかも。20代モデル時代と30代経営者の生活の中で体と心のバランスの変化はあった？はい、ありました。サエコさんの心が満たされているなと感じる時はどんな時？自分らしく生きられている時。逆に心を豊かにしたいと思った時のおすすめケアは？無言。30代を楽しく過ごすためのマインドで心がけていることは？もう自分らしくいることかな。理想の40代を迎えるためにやっておきたいことは？体力をつける。体の健康のために日々やっていることは？運動、腸活、睡眠。食生活で変化したことはある？ある。睡眠で何か気を使っていることはある？うん、あります。年を重ねても美しい方はたくさんいますが、サエコさんにとっての美しさって何？生き様。美しい年の重ね方をしていると思う女性はどんな方ですか？もう自分らしくその人の美しいの価値観で生きてる方。顔周りのエイジングケアで一番気になることは？今はハリとシワかな、うん、おしまい。はい、以上となります。こんな答え方でよかったバッチリ。20代のモデル時代と30代の経営者の生活の変化の中で心と体のバランスの変化があったということだったんですけど、うん、どういう変化が？なんか私27ぐらいでどっと疲れが出るようになったりとか、うんうん、すっぴんでいる時に多分血色が悪くって、うんうん、なんか疲れてないのに朝なのに疲れてますかって言われたりとか、なんかそういうのを27にすごい感じたのよ。でなんかまあ体力もなんかちょっと低下したなとか、そうなるとちょっと気持ちの部分でもネガティブになることも良くなったりとか、うんうん、で結構その20代30代の変化はそのあたりですごい感じたんだよね、うん、それの原因とかっていうとやっぱり、まあ、年齢的なことなんじゃないかな。そこですごい生活が変わったかっていうとその時期はそうでもなかったから、うん、でもまあその仕事内容が30いくつだ、私がファーム始めてとか2とか、うんうん、3とかか、そこからもうライフスタイルがすごく変わったから、うん、なんか意識するものとかいろんなことが変わった。なんか まずそのタイミングでモデル業を辞めたからさ、うんうん、なんかファッションに関するなんか価値観というかも変わったし、美容に対しても気にするものが変わった、うん、生き方が変わったから、生活する場所が変わったから、なんかいろんなことがやっぱ自分の選択で変わっていったのがまたその32ぐらいのタイミングだったかな。27ぐらいの時って仕事で言うと、まあ、その芸能とかモデル業もやりきっちゃって、私もうこれ以上したことはないっていう時だったの。だからもう30になったら辞めるんだろうなこのままと思って、ちょっとクローズの方向に持ってってたというか自分も。
だからなんかそういうところも多分影響してたんだと思う。自分のモチベーションとか生きがいとか、なんかすごい気持ちと体とかはすごい、いや、なんだろう、影響あると思う。切り離して考えられないものだと思う。うん、経営者になってからサエコさんってめっちゃ勉強するじゃないですか、うん、でモデル時代のそういうなんか忙しさで差ってあるんですか？モデル全然違うかもね。なんかその時はその時ですごい忙しかったし、もちろん第一線ですごいプロフェッショナルな人たちの中で仕事するから、うん、油断もできないし妥協もできないし、やっぱりその一つのミスが次の仕事が来なかったりとか、すごいシビアな世界で生きてるから全て100でやってた。でも、うん、なんか自分でコントロールできる範囲のことだったんだけど、経営者になって自分じゃない人たちの生活とか、まあ、そのモチベーション管理とか、そこまでが私の仕事になったから、自分一人ではどうにもならないんだよね。なんかそういうもどかしさとか、そこに対してちょっと子育てと似てる感じ。でもうまくいくと一人でできないことがバリュー持って発揮できたりとかっていうのが、なんか経営して楽しいっていうか、なんか一人でプレイしてた時とは違うことだなって思うんだよね。だから全然もう睡眠時間も全然違う。今モデルしてる時はちゃんと寝なきゃがあったから、じゃあ11時に寝て朝起きてとか、まあ、ジム行ってなんたらとかいうスケジュール感だけど、もう今はほら命と向き合ってるから、夜夜中中看病しなきゃいけない子がいたらもちろんするし、そのまま通常業務をやらなきゃいけないし、じゃあそこにモデル業入ってたらね、おがくずまみれになっても現場行くしとか、なんかそんなこと昔なかったから、頭突きされてあざ作ってでも現場行くとかあってはならないモデルさんでは。確かに。でももう今はそれもみんなまるっと受け入れてくれて、あざできたらリタッチしましょうねって言ってくれる、なんかそこに自分も甘えられるようになった。昔はもうそんなの自分が許せないから、こだわりとか大切にするものが大きく変わったね。うん、うん、まあ一家も増えたし、やっぱ生き生き私が多分してるから写真はすごく良かったりとか、なんかそういうなんか、うん、いいことやってるからいいじゃない出来事もやっぱあったりするから、すごい面白いよなと思う。心と体がすごいつながってるっていう感じ、うんうん、なんかあんまりすごい大切にしてたものにとらわれなくなった30代になって、うんうん、ってのはあるか、うん、逆に心を豊かにしたいと思った時のおすすめケアが、うん、先ほどムーブオン。そう、日々のケアはまあ頑張ってるわけですよ、うんうん、あのデフォでここぞという時にその場から離れて心の栄養を入れに行く、いつもと違うところに行くとか、なんかインプットをすることを意識して、うんうん、なんか行動を起こすとまただいぶ変わるというか。さやこさんはどこに行くとか、いろいろ私だから海行ってサーフィンするとかさ、なんかララミ連れてどっかドライブ行くとか、なんかそれぐらいのレベル、うんうん、まあ、私結構ドライブ好きだから車運転してちょっと遠出すれば結構すごい元気になる。うん、疲れた時ダラダラしたいとかないんですか？ないですね。疲れたからこそジム行きたいっていう感じ。すごいアクティビスト。さすがアクティビスト。でもその方がなんかうまくいってる、私自身で言うと。次の質問が、食生活で変化したことがあるということだったんですけれど、意識はすごくするようになった。20代の時よりももうちょっと、まあ、いっかの日が20代の方が多かった気がする。チートデイってやつ。あ、へえ、うん。むしろ体が欲しくならなくなってきたかもしれない。なんか逆にこう、食べるようになったものとかがあるんですか、30代。野菜すごい食べるようになったかな。野菜。酵素やっぱ取るようになったかな。昔野菜嫌いだったから私。美味しいと思うようになったんだよね。あとナスに行ったからってのもあったかも。すごい野菜美味しいから。睡眠で何か気をつけていることは？上質な睡眠を取る。っていう睡眠時間でいうと担保できないから、まあ、いつ何があっても動かなきゃいけないじゃない私たちってさ、お馬さん倒れたら行くし、やっぱそこの時間はもう仕方ないと思ってるの。まとまった時間取るは難しい時がある。でもちゃんとゆっくりお風呂に入って一日の汚れは一日のうちその日のうちに落として、寝れる時の睡眠は上質なものにしたいって思って、うんうん、いい香りに包まれて好きなパジャマ着てっていう、そこはすごいこだわってる。だから爆睡気絶レベルで寝てる目閉じて開けたら朝みたいな感じで年を重ねても美しい方はたくさんいますが、さやこさんにとっての美しさ、なんか世間とか人が決めた美しいの価値観ってあると思うんだけど、なんかそこにとらわれず自分の価値観で生きてる人がやっぱかっこいいなって美しいなと思うかな。それは男女問わず、
あとはなんかやっぱ使命を持って生きてる人、なんかそこに対して向かって進んでる人はやっぱりかっこいいって思う、美しいなって。そう、自分の影響力を正しく使われてる方とかさ、なんかそれを自分のためだけじゃなく社会とか人に還元できる力とか、なんかそういう生き方されてる人はすごい私は惹かれるんだよね。うん、かっこいいなって単純に。でそれにかっこよさが美しさに感じる。うん、顔周りのエイジングケアで今一番気になっていることが、うん、なんかさ、あの気にしないで正しく年重ねていきたいって言いながらもやっぱ気になるわけよ。なんか前は例えば毛穴とかさ、なんか肌ツヤツヤになりたいとかさ、発光とか若い時に言ってたんだけど、もうたるみとかさ、ハリとか、あとまあシワとか、まあみんな言ってたっていうのがやっぱ私のこの年だと来るから、別に嫌じゃないんだけど、清潔感を持ってなんか疲れ切ってるねじゃない状態でいたい。だからたまに私スキンケアを怠ると、うんうん、じゃあファンデーション塗りましたっていう時にここら辺のちょっとしたなんかチリメンジワっていうの、小じわがすごい気になる時があるの、うんうん、なんか笑いうーんっていう、こういうシワはさ、こういうのとか私別にいいと思うんだけど、なんかちょっと乾燥から来るシワみたいなのはちょっと許せないの、うんうん、なんかそういうのはすごい気になるよ、思ったかも。サイコさんでも気になるんですね。なる。たまにこう携帯いじって写真撮ろうってなった時、インカメラに入ってくる。あの時にギョッとすんの。あの時一番ショック。そうなの。わかる。仕方ないの、不意打ちだから。でも不意打ちがリアルだから。しかもそれを撮れちゃう、もうなんかボタンを押して撮影したやつがね、本当にたまにフォルダにあったりする。あったりする。辛い現実だよな。黙って削除しますよ。目の周りがじゃあエイジングでは今一番、まあこういうところとか、ほうれい線とか、あと首のシワとか、うん、私だから今回これだけどさ、マジでこれ多分目元とかのやつなんだけど、うん、ここか、あと移動中、今日新幹線の中でずっと、うん、まさに今さよこさんがお使いいただいている今回年齢に合わせて変化していく肌の中でもベストな状態へ近づける、うん、まさにウェルエイジングなケアを理想としているブランドをご紹介します。大事です。はい、そちらがライスフォースのスキンケアです。そんなライスフォースから昨年発売されてじわじわ話題となっているのがこの薬用シワ改善美容液、うん、リンクルボールセラムになっております。発売から来年で25周年のロングセラーブランドになっていて、ご存知でしたか？いやもちろん知ってるけど、25年もなんだ、ね、すごいね。やっぱ日本人に合ってるんだよ、それだけ支持されてるってことは。お米の力、ね、そうなんか前のさ、お米由来のさ、ナンバー11紹介したじゃない、他のブランドだったけど、うん、で今回そのプラスがついてるんだけど、はい、プラスはエイジングケアだからシワとかそういうのシワ改善、そう、特化してるって、ね、大事。潤いとシワってすごい関係してるから、やっぱ小じわとかって保湿だったりもするからさ、それをなんかダブルでちゃんとケアしてくれるっていうところがありがたい。うん、注目のシワ改善成分が配合されたアイテムということで、口コミサイトのマイベストで1位を獲得した人気商品。しかも売り切れたんでしょ。え？完売したっての聞いたよ私。すごい人気なんだってよ。ね、最近はさえこさんも移動中に首だったりとか目元をご使用いただいてるみたいなんですけど、20代の時私こういうの絶対使わなかったもん。目元のケアってなんでやるのって思ってたけど、今はないと思う。そうですよね。しかもさ、結構テクスチャーもさ柔らかいわけ、うん、サラサラしてんのよ。こんなテクスチャー柔らかいわけ、サラサラ。その後さ突っ張ったりとかもしないから、すごい上手に作られてるなと思って。今さやこさん手にも伸ばされてますけど、やっぱ手もね乾燥でシワとか増えてきますもんね。でもちょっと高いから手に使うのはちょっともったいないと思うんで私使うけど。この後でも嬉しいあのお得セットの、うん、大事、本当今回は欲しいかもそれ。はい、なんかもう今ってリップクリームとかをこう、うん、秋冬にこう持ち歩くっていうのはもちろん、まあ、夏もそうなんだけど当たり前に一人一本持ってるじゃないですか。持ってる。でもこれも持っとかないとですよね、うん、私入れてるよハンドバッグに。これ本当ですか、うん、リップみたいでいいよ。そう、ね、それがいいと思って私も、うん、確かにこれなんか朝晩、まあ、お家で使うでもいいけど、携帯してやっぱ昼使うこともおすすめしていいと思う、うん、私も実際そうしてるわ。本当朝夕問わず時間を問わず使えるアイテム、お化粧の上からでも大丈夫だから。あ、へえ、うん。それもいいよね。ねえ、いいですね。夕方どうしてもさ冬とか乾燥しちゃうじゃん、うん、なんか暖房も効いてるし、そうです、そういう意味でね、ちょっとおいでやるのもいいと思うよ。
そう、あとね、細かいところが、これ大きな一つのボールだともうちょっと違うんだろうけど、一個ずつがちっちゃいわけで、このステンレスボールが、だからこう、際が攻められるって言って、これが優秀。優秀。こういうなんか鼻筋とかもそうだし、この小鼻とか、このほうれい線とか、まあ、気になるところはキリがないから、確かに。なんかどこにでもフィットしてくれるんだよね、この首筋もそうだし、うん、私だったらこうつぶ、目の周りのくじが気になった時、こうやってつぼ越しに使ったりとか、うん、でちょっと圧かけても別にこのステンレスボール潰れたりしないから、すごい優秀なんだよ、なんかマッサージギアとしても私は優秀だから、うん、今回、うん、ライスフォースさんすごく頑張ってくださいまして、お得なお試しセットをご用意しております。お試しセット、はい。今回ライスフォースリンクルボールセラムはもちろんのこと、うん、ディープモイスチャーシリーズの化粧水、美容液、保湿クリームの10日分のセットもついてきて、ついてきて、通常価格が 14,667円のものが、うん、なんと 72% オフの3980円でご提供となっております。これもついてる、もちろん安いじゃん、だってこれで8000円くらいだよ。そうなんですよ、お得すぎる。これ1本買うよりこれついてる方が安いってこと。そうなんです、今回、ん、間違っちゃった、間違った。これ大丈夫、大丈夫ちゃん、大丈夫なの、本当は後で巻き戻すとかダメだよ。もう今言ったんで、そういうの受けて取り直したりとかしない。しかも定期便じゃなくてお試しセットっていうのが良くないですか。そっか、続けて買わなきゃいけないとかそういうことじゃないってことね、うん、そういう押し売りじゃないよっていうことね。でもしかもこれとかさ、うん、めっちゃお泊り行った時とか、私とかサウナ行く時とかめっちゃこのサイズ便利だから、うん、確かすごい。また圧かけたスタッフ。圧かけた動画を多分見たんだと思います。だからサイコさんです。ちょっと怖かったですか。でもやっぱりあの使ってみて分かる良さだったりとかがこの商品あるかなとは思っているので、絶対的自信、自信があるから一回使ってもらえればちゃんと次につながると、まあ、まずは試してもらえればいいっていうところでこの安さってことすごいな。すごい。え、みんなこれは買ったか言うと思う。今日はウェルエイジングについてのお話いただいたんですけれども、うん、ウェルエイジングといってもやっぱり目元のシワだったりだとかは気になるので、そういったところも丁寧にあのケアしつつ、うん、今後年を重ねて魅力をね増していきたいという。そうだね、まあ、もう年齢を重ねるのはみんな平等に訪れることだから、はい、それをどう捉えていくかっていうことと、どう向き合っていくかっていうことと、まあ、その年齢に応じたケアをちゃんと無理なくしていくってことがすごい大切なんだなって今回思いました。はい、そんな方にぴったりのこちらライスフォースのリンクルボールセラムとなっておりますので、ぜひ皆さんの概要欄をね、うん、チェックしていただいて、お得な期間限定のセットぜひお試しください、ね、ありがとうございました。今日はライスフォースの回でした。ありがとう。